九州電力九電ボルテックス対日本製鉄釜石シーウェブスの一戦をお送りいたします。最初の入りっていうところが、まあ、お互い意識しているところだと思いますので、はい、でクリアにプレーすること大事ですね。近場だっていきます。サムホントがいきますが、ただ押し返すディフェンス九電ボルテックス。ブレイクダウンかなり激しい攻防だったんですが、ここはオフフィートがありました。ほぼ正面近い位置のキック、まずペナルティーゴールでのシューブス先制となります。さあ右から崩していこうという九電ボルテックスですが、捕まえていきます。ここから得点力が今年課題だと思うので、はい、ここでミスペナルティせずにしっかりフェーズ重ねていくっていうことすごく大事だと思います。どこで勝負をしていくか。またキムギフォンが行く。だんだん余ってできますね、うん、ホイッスルがありました。すぐにスタートしていくスペンサーチーンスグランディング、どうだ、まだ超えていないか、トライです。この攻め込んだ後の、ね、決め切るかというところ、いや大きいと思いますね。このキックはしっかりと決めています。オーカーレックスタリアも頑固鋭い目つけをしていました。前へ落ちてアドバンテージ、シュエブス、うん、開きましたね。前が開いたがいい、外に持っていく、外も開いている、戻りながらのディフェンスですが、グランディングはどうだ、ヘンリー・ジェイミー、うん、いやー、オチ選手からスキップパス、素晴らしいパスでヘンリー・ジェイミー選手走り切りましたね。そこから起点となるような動きになってきますね。シュエブスは競りませんでした。ロールを作っていきます。サイコロワンキョンム、アドバンテージ、キューデンブロックスアドバンテージです。いいモールディフェンスを見せようというこのシュエブスなんですが、アドバンテージ、さあばらけてドライブ、キューデンがドライブして、そして抜け出した、抜け出してグランディング、ワンキョンム、村上からダルセル、さらにつないでいく、外に持っていた、外にいたがディフェンス、枚数は足りている、そして絡んでいったか、絡んでいったか、キューデン、ナイスナイスチャックル、シューディ強かったですね今の、すりませんでした。アーロン・キャロルに合わせて早めに出しています。つないでいく、素晴らしい、ロックオン誘った、うわ強烈なタックル、誰ですか、ムシャ選手、ムシャですか、いや、うわ、ノックオン誘う、強烈なタックル、素晴らしいですね、うわ、突き刺すような素晴らしいタックル。ベンジャミン・ニーニーターゲット、このフラット、サムヘムト、あー絡んだか、絡んだか、ロビンソンが行く、ロビンソンが行って、あー、ただここはターンの場合にならなかったか、おー、真正面のキック、距離はありますが、ほぼ真正面のキック、しっかりと決めていきました、オチ。フリーキックになって、キューデンボルテックスはスクラム選択、ここもまだ落ちているが、アドバンテージ、うん、うわー、力強いアタック、リクアタ、スペンサー・ジーンズ、フラット、フラットを抑えてた、アーム・キャンブル、いいスピード、タイミング、アングルでしたね。ペナルティを取られるシーンはあったんですが、ただキューデンボルテックス、うん、スクラムにこだわって、アゲマラも時間を確認しながら、うん、そしてコンバージョン、真正面のコバンジョンを決めていきました。21対13、そして中鶴が戻っていますね、キューデンボルテックスの方は出血すごかったですもんね。そうですよね、その戻ってきた中鶴、うん、オフロードつながった、うん、塩にいるか、強い塩にいるか、さあさらに軽に見こうという動きなんですが、サポートついている、サイド広く使っていく、パスダミーから萩原、うん、さらにピックしてグランディング、トライ、後半この立ち上がりのところ、キム・ギフォン、ラインアウト続きます。クリーンキャッチ、ベンジャミン・ニーニー、モールでいく、モールでいく、ここもモール、がっちりと組む、キューデンボルテックスのディフェンス、プッシュ、シーフスプッシュ、行ってる行ってる、一気にドライブ、一気にドライブ、後方、大野が最後尾、アドバンテージ、アドバンテージ見ている、そしてラックサイド、ついていく、グラウンディング、あとはグラウンディング、トライです、うわ、取り切ったシューエブス、大量バトも揺れています。
おお、このコンバージョン素晴らしい。この難しい角度からいいですよ。どうぞ。落ちが決めていきます。8点差になります。このラインアウトスローはワン興味はそのまま入っています。奥に合わせてモールディフェンスに備えようというシューエブス、早く出した、離して 内返し、仕上げてくれた、見事なプレー。いや、今もうモール組んでくるだろうっていうのがあったんですけども、それをちょっと覆すような、はい、先に離してきましたね。いや、裏をかいたプレーだと思います。素晴らしい、最後内返し、サイドをついていく。お、粘る釜石、粘る。オフサイドをしないようにレフリーも注意してますね。はい、入り口離す、ここもファインガーがいたか、ファインガー入ってるか、アドバンテージです。ノットローラーアドバンテージ、またここでシエルスペナルティを重ねたくないところなんですが、ノットローラーウェイ、いやー、このカードが出ますですよね。先ほどもペナルティが続いているということで注意があったんですが、ノットローラーウェイ1人少なくなっていきます。シエルス、おお、ペナルティ、ダブゼルが今シンビンで下がっているところなんですが、ペナルティは9連ボルテックス、大きいですよこれは。このスクラムで勝つのはすごい大きい。前から詰めていく、さあ落ちどうする、はプレッシャーです。ロビンソンもタックルに行く、エリア取っていいと思いますけどね。うん、2対1、外で抜けていく小野、さらに足にかけていった、荒牧が追いついてしまった。ボールがこぼれてホイッスル、サムヘント、タップから行くんですね。サムヘント、タップから自分で行った、自分で行く、そしてグラウンディングまで行ったか。いやー、もう一伸びしました。さあここでさあギャップをついていくか、トモテイラーさらに繋がる、そしてステップ山田、山田今度は行くか、今度は切れてる、黒い球の戻りながらディフェンス、いやテンポいいですよ。サンバカいいテンポ、うん、止めに行こうと、このディフェンスを引きずりながらトライを抑えた。いや勢いありましたね今の一連のアタック。最後ファイアナガが抑えてきたか、ショーン・ロビンソンも手を伸ばして、お、逆サイド、ショートサイド、石垣、うわー、ダイスク、いいタックル、サイドを使っていく、落ちのパスダミージャッカルに落ちます。うわ、このブレイクでもかなり激しい、激しいですね。さあ、5メーターライン見えている、先ほど1人少なくても1つ取ってきましたが、さあ15人対15人ショートサイドついていく、ヘンリー・ジェイミートライです。ヘンリー・ジェイミーた、いやー取ってくる、うわー出続けているこのヘンリー・ジェイミー、おヘンリー・ジェイミーから離していく、そのまま行く、さあ最後取ってくるか、どうぞと繋がらなかった、阿部がいた、そしてノーサイド、ここで試合が終わった、42対32、9年ボルテックス勝利。グラウンドにもう動けない選手がたくさんいますね、これも本当にやりきった、はい、10分間戦い切ったっていうことでしょうね。シュエーブスはこれで2敗で入れ替え戦ということになります。そしてプレイヤーオブザマッチ、9年ボルテックスは13番の塩根リカータです。強いキャリー何度も見ました。そしてトライもね、一つ上げている塩根リクアタ、